TOKIO の正岡正弘、團十郎とのプライベート秘話、カラオケ店で突然すごいんだよ迫力が。いつも私の拙い動画をご覧いただき心より感謝します。團十郎さんご一家、ジャニーズ関係者を中心に一本一本心を込めて作成してまいります。チャンネル登録していただけますと励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。今日はTOKIO の正岡さんがテレビ番組でエピソードを、團十郎さんとのエピソードを配信されたのでご紹介させていただきたいと思います。 TOKIO の正岡正弘がテレビ番組 TOKIO かけるに出演、プライベートで親交のある歌舞伎俳優の市川團十郎さんの秘話を明かした。團十郎とプライベートで親交のある正岡は、発声が普段からいいから内緒話ができないんだよと突っ込み、相談があるんだけどよって、もう筒抜けだよって、すごいのよ、カラオケに昔行った時はマイク持ってなかったもんと、團十郎さんの圧倒的な発声力の強さをご紹介していただきました。本当に團十郎さん声が通ってすごいですよね。さすが超一流の歌舞伎役者でございます。TOKIO の正岡さん、ありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。